赤尾彦作赤尾彦作賞は二28年11月26日は日本の政治家、弁護士、実業家。衆議院議員、横浜弁護士会会長。1867年会の国に生まれる。1889年は普通法律学校を卒業し、1893年に横浜市で弁護士を開業する。千九百二年横浜市会議員当選する。 1903年横浜電機、機動株式会社取締役に就任し、1909年、平沼銀行を創立に参画し、同年横浜取引所顧問に就任する。1917年第13回衆議院議員総選挙に出馬し、当選する。1932年横浜弁護士会会長に就任する。1942年横浜市顧問。 1946年、横浜市監査委員に就任する。1953年11月26日から死去。横浜市の声優派勢力の指導的人物で、民政派の三宅岩尾とともに、大正末から昭和戦前期にかけて、横浜の強調姿勢時代を作った。戦後は、横浜市の監査委員を務め、大正から昭和戦後期にかけて、横浜姿勢に関わった。 長老政治家である、ありがとうございます。